アス,ーーアスターローアスターローアスターローの生誕アスターローはニューヨーク市マンハッタン区ハーレムにある通りである。正式には西130丁目の5番街及びレノックスアベニューの間の区間の南側に並ぶ28軒のローハウスを指す。名前の由来はこれらの家を所有するアスター家から来ている。アスターローはハーレームエリアで最も初期に計画されたタウンハウスであり EN。 チャールズ・ブワックによる設計で1880年から1883年の期間に建設された。これらの家が建つ土地はジョン・ジェイコブ・アスターによって1844年に1万ドルで購入されており、その孫のウィリアム・バック・ハウス・アスター・ジュニアがアスター・ローの建設を進めた。3階建ての連が作り、一世帯向けのファミリーハウスで通りから奥まって建っており、 家の前後には庭があり、木造の屋根付き玄関を持つマンハッタンでは珍しい構造となっている。8番地から22番地までの家はそれぞれ独立した家屋だが24番地から60番地の家は背中合わせに並んでいる。アスターロー家屋群は1981年8月11日にニューヨーク市ランドマークに指定された。AB ニューヨークシティランドマークス。 プリザベーションコミッションドールカート、アンドリュー・エス・ポスタル、マシュー・エー、ポスタル、マシュー・エー、ガイドツー、ニューヨークシティ・ランドマークス、ニューヨーク、ジョン・ワイリー・ド・サンズ、ISBN 9780470289631。P207 ハット・ホワイト、ノーベル・ウィランスキー、エリオット・ウィズレダン、フラン、アイア・ガイドツー、ニューヨークシティ、ニューヨーク、 オックスフォードユニバーシティプレス、ISBN 9長7801億9538万38 3867七、八ウエスト130スストリートディシグネションレポートニューヨークシティランドマークスプリザベーションコミッションありがとうございます